大森先生、花粉のご紹介いただきまして、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。うん、もう一回行きましょう。<laughs> <laughs> 皆さん、おはようございます。ますありがとうございます。ありがとうございます。

患者さんと、えー、コミュニケーションをしていかなければならないんですが非常にベーシックなところですね分かりやすくお話しできればと思います。 ではですね簡単に自己紹介させていただきたいと思います、えー、新潟から参りましたが、えー、実はあの東京都は国分寺市で、えー、生まれております、えー、79年生まれですので、えー、今、えー、35歳になりますねで2000年に明輪短期大学卒業いたしましてここに歯科衛生士学科がありましたので、えー、2000年の3月に明輪短期大学を卒業しましたが、えー、皆さんとちょっと経歴が違うのは本来ならば4月に 歯科医に就職しなければいけないと,いところをですねうっかり若気の至りがございましてよし販売業やってみようと思いましてユニクロに勤めることにいたしました。 でその時の,あの培ったものというのは接客であり接遇なんですね、えー、あとあのユニクロですのであの裾上げもでできますすミシン得意です <laughs> そういったのをえー、得,得したわけですがその時の経験というのが今あの私たち衛生士に求められているコミュニケーション能力そういったところにつながっているのではないかなと考えております。